中国不是韩籍中国不是韩籍中国不是韩籍内藤証券中国株情報。皆さんこんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。この放送は東京日本橋兜町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スター7110から生放送でお送りしています。そして今日も内藤証券中国部の千原康弘さんと一緒に番組を進めてまいります。千原さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速、先週から今週にかけての中国株式市場の動きを振り返ってまいりましょう。まず本土市場上海総合指数です。上海市場は先週8日木曜日に取引を再開いたしましたが、昨日10月13日の終値は 3293.23 ポイントで、連休前9月30日の終値 3052.782 ポイントに比べ 7.9% の上昇となりました。代わって香港のハンセン指数です。こちらは10月6日の終値 21,831.62 ポイントから、昨日10月13日の終値は 22,600.46 ポイントへ、こちらも 3.5% の上昇となりました。先週から今週にかけての動きについて千原さん、解説をお願いいたします。はい、中国本土市場は10月1日から10月7日までの国慶節連休の休場となりまして、はい、10月8日から取引を再開しました。はい、で連休明けから上海市場は堅調に推移していまして、昨日まで5日続伸だったですね。で香港市場も総じて堅調でして、10月に入ってからの8取引日のうち、前日比で上昇したのは5日を数えましたね。はい、それではまずは本土市場から見ていきたいと思います。はい、お願いいたします。これはですね、上海総合指数の動きですが、チャートの緑色の矢印線からですね、右側が10月に入ってからのローソク足です。9月中はですね、3000から3200ポイントの間で推移してきたんですが、10月8日の終値は連休前に比べて 3% 高となりまして、3取引日ぶりにですね、3100ポイント回復してますね。はい、連休明けの上海総合指数はもう急上昇ですね。一体何が原因だったんでしょうか。はい、連休中の好材料がですね、一気に織り込まれたことが大幅高の背景にあります。はい、まず国内ではですね、製造業 PMI の上振れ、あと住宅ローン規制の緩和、あと自動車購入支援策がありました。まあ、前回まで説明しましたけどね。はい、であと海外ではアメリカの利上げ観測の後退があったんですね。でこのほかとしては、まあ、中国 の女性薬学者がノーベル医学生理学賞を受賞したことで、まあ、製薬株が幅広く買われましたね。で続いて10月9日金曜日なんですが、国債先物が突然大幅高となりまして、それで、預金準備率が引き下げられるのではないかという見方がこう強まったんですよね。それで上海総合指数の割値は前日比で 1.3% 高となってます。はい、そして今週に入ってからも上海総合指数はかなり堅調な動きを見せています。そうなんですね。10月12日の月曜日は上海総合指数の終値が先週末に比べて 3.3% 高となりまして、はい、約1ヶ月ぶりに3200ポイントを超えてます。うん、預金準備率のですね、引き下げはまあなかったんですけれど、金融面で新しい政策が出ました。昨年から山東省と広東省で限定的にその銀行がですね、その貸付債権というのを担保にですね、中央銀行から資金を借り入れることができるという制度が導入されてました。はい、これがですね、9つの省と直轄市にも拡大することが明らかとなったんですね。うん、まあ、これはですね、簡単に言えば銀行の貸付能力が大幅に向上することを意味しまして、まあ、金融面から経済成長を下支えすることがこう見込まれて、まあ、株式相場で市場でも材料視されたんですね。はい、でもう一つがですね、中国共産党の第18期中央委員会の第5回全体会議ですね。まあ、長い名前なんで5中全会と言われるんですが、これが今月26日から29日までの4日間にわたって開催されます。
で、この会議ではですね、来年から始まる第13次5カ年計画が協議される見通しですね。はい。で、第13次5カ年計画では、従来型産業と IT のその融合がですね、進められるほか、新エネルギー自動車とか、あとバイオ医療ですね、などの戦略的新興産業への投資が加速すると見込まれてます。まあ、こうした政策面での期待がですね、上海総合指数の上昇を後押ししたんですね。はい。そしてそろそろ9月の経済指標が発表される時期になってきましたね、はい、昨日は貿易統計が発表されていますが、こちらいかがでしたでしょうか。はい、まずはですね、輸出から見ていきたいと思います。はい。で、9月のアメリカドル建ての輸出額は前年同月比で 3.7% の減少となりまして、これで3ヶ月連続のマイナス成長となりました。ただですね、マイナス幅は徐々に縮小していまして、9月は市場予想よりも改善してますね。はい、市場予想がマイナス 6% でしたからね。そうですね。はい、一方 の、 その輸入額の方は 20.4% の減少でして、これで11ヶ月連続のマイナス成長となってます。はい。で、このマイナス幅はですね、市場予想の 16% を大きく上回りましたね。で、まあ、輸入額の落ち込みというのはですね、中国の内需が冷え込んでいると意識されるためですね、まあ、13日の発表後は上海総合指数の下げ幅が広がる場面もあったんですが、その影響はちょっと限定的だったですね。まあ、その政策への期待感が高まっていることがありまして、まあ、結局上海総合指数は5場で上げに転じまして、前日比で 0.2% 高で引けてます。で、まあ、産業政策へのこう期待感を背景にですね、電気自動車用の充電スタンドとか、あとインターネット、ビッグデータとか、あと国産ソフトウェアとか、ネットワークセキュリティですね、こうした関連の銘柄が上昇しましたね。はい。まあ、いろいろこう新分野の政策が出ていることで、はい、悪材料への不安よりもこう政策への期待がすごく高まっているんでしょうね。そうなんですね。はい。では続いて香港市場移ってまいりましょう。こちらいかがでしょうか。あ、はい。ですね、これはハンセン指数の動きなんですが、はい、チャートにある緑色の矢印線から右側が、先週7日水曜日からのローソク足ですね。7日の終値は前日比 3.1% 高となりまして、約1ヶ月ぶりに、2万2000ポイントを回復してます。はい。で、まあ、中国本土系の石油株が大幅高となったのがこう原因なんですね。来年の世界の石油需要に対する見方が改善しまして、これを材料にその原油先物相場が大きく上昇したんです。で、これが結局その石油株の買いにつながったんですよね。で、まあ、石油株が買われた一方、電力株とか航空株などは、まあ、コスト高が意識されてですね、幅広く売られてます。はい。ただその翌日の8日木曜日は利益確定売りに押されまして、終値は 0.7% 安だったですね。はい。で、9日は香港系とか本土系の銀行株に支えられて、終値は 0.5% 高でした。こう上げ下げ繰り返してますね。で、そうですね。まあ、後で紹介するんですが、はい、その人民元が世界4位の決済通貨となりまして、その IMF のですね、特別引き出し券、その SDR っていうんですが、はい、その採用通貨となる可能性が高まりまして、はい、それが銀行株が買われた背景にあるんですね。で、今週に入ってからは、12日月曜日が本土市場の株高に影響されまして、ハンセン指数の終値は 1.2% 高。しかしですね、2万3000ポイントに迫ったところで、このチャートを見てもよくわかると思うんですが、はい、昨日13日は 0.6% の安となってしまいましたね。まあ、中国の経済政策への期待感が先週からの株高にこうつながってきているんですね。そうなんですね。はい。はい。で、まあ、アメリカの利上げ観測の後退もありまして、10月に入ってからの世界の株式市場は回復傾向にありますね。はい。で、こちらの方はですね、昨年末からの日米中の株価指数を比較したものなんですが、10月に入ってからいずれも9月末に比べて上昇していまして、で、昨年末との比較も でもですね、まあ、日経平均と上海総合指数がプラスに転じてるんですね。はい。で、一方ですね、香港の H 株指数の方は2桁のマイナスなんですが、これがですね、中国の政策をてこにどこまで回復するかがこう結構注目されます。はい、わかりました。ここまでは上海市場、そして香港市場の動きをまとめてお話しいただきました。この後は知って得する情報コーナーです。
内胆证券中国股市行情。知って得する情報コーナー。このコーナーでは週の話題や個別の業界企業などを取り上げています。さあ千原さん、今週の話題をお願いいたします。本日はですね、人民元の国際化をめぐる動き話ですね。はい、人民元の国際化、先ほども出ましたね。そうですね、はい、先日の新聞とかテレビでも報道されたようにですね、人民元が日本円を抜いて世界4位の決済通貨となったんですね、はい、でこれは国際銀行間通信協会 SWIFT っていうんですが、これが発表したものでして、貿易などに伴うその国際間決済に使われた人民元の比率が、はい、その今年8月は世界全体のこの通貨別で見ると 2.79% となりまして、日本円のですね 2.76% ですね、ちょっとこう上回ったんですね。あまりピンとこない話ですけれども、そもそも国際間決済に使われる通貨、やはりドルなんでしょうか。そうですね、昨年こちらの図が分かりやすいと思うんですが、はい、その昨年1月から今年8月までの状況を見てみますと、国際間決済で使われる通貨の第1位っていうのはアメリカドルでして、8月はですね全体の 44.82% だったんですね。で2番目がユーロで 27.20% でした、はい、一時はねユーロの方が多かった時代もあったんですけどね。で3位はイギリスのポンドでして、全体の 8.45% です、はい、でこれら3つの通貨が国際間決済の大部分を占めてるんですね。で日本円の第4位っていうのは、その、万年4位っていわれる固定したポジションだったんですが、それがですね、ついに転落したってわけなんですね。そうなんですか、で人民元の順位っていうのは、2012年の1月で第20位だったんですよ、はい、だからその数年間でね、こう一気に4位まで来たんだから、その追い上げには結構凄まじいものがありますね。そうですね、急速な勢いで本当に人民元が世界に広まっていますが、はい、これは一体何が裏にあるんでしょうか。はい、それはですね、2009年から人民元建ての貿易っていうのが解禁されたせいなんですね。でまず分かりやすい香港の状況を説明しますと、その香港では2004年から人民元での買い物とかが可能になってですね、それでその人民元っていうのが海外にこう流出するようになったんですね。でこれは香港の銀行が受け入れた人民元預金の推移なんですが、この赤線が預金残高なんですけどね、その人民元建て貿易決済がこう解禁されると2010年から急速に増加していることが分かりますね。ですね、はい、つまり多くの企業が中国本土への輸出でその人民元を受け取って、それを香港の銀行に預けるわけなようになったわけなんです。で同じような状況っていうのは東南アジア、アフリカ、ヨーロッパにも広まってます。こう貿易で人民元決済が、ね、広まっているようですけれども、実感がなかなか湧かないですね。そうですね、それもそのはずですね。で今年1、4月のですね、各国と、中国本土、香港との国際間決済における人民元の使用比率を見ますと、日本とその中国の間ではその貿易とかでは 5% しか人民元が使われてないんですね。しかし韓国とか台湾ではもう 80% に達しまして、アジア全体で見ても31% 人民元使ってるんですね。でこうした動きっていうのはアジアだけではなくて、今年5月の状況を見ますと、アジアと南北アメリカがいずれも 37%、ヨーロッパが 33%、 アフリカ中東が 28% なんですね。でこうして見ますと、日本がですね、その中国との貿易で人民元を使わないことの方がむしろ特殊なんですね。そうですね、 5% なんて日本が一番低い感じなんでしょうかね。そうですね、はい、では人民元での決済はさらに世界に広がっていくんでしょうか。そうですね、今後も急速に広まることが予想されてますね、はい、でこちらの地図はですね、各国にたまった人民元のミニ中央銀行にあたる生産銀行っていうのがあるんですが、クリアリングバンクっていうんですけどね、世界全体で16個あるんですが、うち12個が2014年以降に設けられました。でクリアリングバンクの新設に伴って人民元決済っていうのはさらに広がることが予想されまして、例えばですね、中国と無関係の国同士の決済でも人民元が使われるという状況も発生しています。で人民元の国際化っていうのはですね、はい、もう日本人の想像を上回るペースでですね、はい、進んでるんですね。ですね、はい、驚きですね、はい、またこのたった1年でこれだけ増えてきたっていうのもすごいですよね。そうですね、はい、
本日は人民元の国際化動向について千原さんに解説いただきました。それでは本日はこの辺で失礼いたします。千原さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。